サイボーグや自律ロボットが一部ではあるが一般に出回り始めた時代、誰もが無意識に免罪符を求めてさまよう出口の見えない過渡期。これはそんな時代に全く関係なく、彼女が彼女に出会う物語。七転ぶねねです。今日島に引っ越してきました。クラリン、私と同じな子に初めて会えた。クラリンは怖くない？うん、クラリンと一緒なら怖くない。これがブエル。ブエルを止める。パンドーラデバイスオープン。ハンチマテリアルクロースクォーター。丈夫なおまじない。だからクラリンも絶対大丈夫。シロウ・マサムネ、陸道講師の漫画界最強コンビが放つ近未来デコボコアクション、広角のパンドラ、好評発売中。